師の委託協力でお送りします。このコーナーは地域をもっと元気にもっと楽しくをテーマに、八戸の良さや魅力を再発見再認識し、コミュニティの振興につながる情報をお届けします。八戸お邪魔隊が市内各所へ出没突撃取材し、人、物、場所、イベントなど様々な情報を発信します。水曜日のこの時間はイベント広報隊のコーナーです。八戸市内で行われた様々なイベントなどの話題をご紹介しています。今週最初のイベントです。1月31日木曜日、八戸市公民館にて種差し海岸国立公園化推進シンポジウムが開催されました。これは今年の5月に種差し海岸が三陸復興国立公園に指定されることを受け開催されました。市民らおよそ450人が参加し、種差し海岸の魅力を再確認するとともに、国立公園化に伴う環境保全と利用の在り方を模索しました。このパネルディスカッションには、スポーツキャスターの荻原次治さん、バルセロナオリンピック女子水泳金メダリストの岩崎恭子さんも参加し、スポーツ選手としての意見も飛び出していました。では荻原さん、岩崎さんの意見と、そしてこの日参加した市民の方にお話を伺いました。海を見ながらクロスカントリースキーができたら最高だなと思ったんですよ。なんかそういったことができるのか、一度来た人がどれだけそこにこう魅力を感じてたくさん伝えてもらうとか、また来てもらうっていうのが活用されるものなんではないかなというふうに思いました。ぜひちょっと検討してみてください。はい、検討してみます。一度自分でやってみてください、ノルディックウォーキング。感激しました。パネラーの皆様のお話も良かったし、講師の先生のねお話聞いて、もう内心ね、もういつもこの種差し皆さんにお知らせしたい素晴らしい海岸だと常々思ってたもんですから、とても今日は来てよかったなと思ってました。多分私もう一番最初に申し込んだじゃないかな。ビジネスにつなげるという荻原さんのお話とかね、岩崎さんのお話もね、ああそんな風にやっていけばいいんだなと私自身も思い当たることがありましてね、市でもねもっとこういうふうな機会を設けて、このよそに発信するような個人の力っていうのもね、要請するようなことにもなるんじゃないかなと私思ってんですよ、ね、このシンポジウムの後には八戸市公会堂で歌手倉木麻衣さんのコンサートが行われ、1600人が来場。そのうち青森県内から八戸に避難された方、そして岩手県久慈市野田村の住民およそ90人が招待されていました。続いてのイベントです。八戸市中心街にある八戸屋台村弥勒横丁が4月に大幅リニューアルされることになりました。弥勒横丁を運営する北のグルメ都市は30日新たに出店者を募集し、4月に3回目のリニューアルを行うことを発表しました。弥勒横丁は2002年企業家育成の一環として出店の契約期間を3年間に設定し、3年に一度全面改装を行っています。現在営業している第3期は2012年3月で契約を終了する予定でしたが、東日本大震災で営業に大きな影響が出たため、期間を1年間延長していました。それでは、屋台村を運営する北のグルメ都市、中井正弘代表のお話です。そうですね、やっと10年間という、節目になりましたのでですね、屋台村としては、地域づくり、町づくりとして、さらなる進化を目指したいと思っています。おかげさまで全国的にですね、この弥勒横丁を見本として、たくさんの屋台村ができ始めてますんで、その見本となり得るような形をさらに続けていってですね、八戸にたくさん観光客の方がおいでになれるような仕組みを作りをしたいなと思っています。
弥勒横丁3年でございますので、まあ、3年間一生懸命弥勒横丁で信用していただいて、商売していただければ立派なお店が持てるような仕組みを私どもで考えておりますので、ぜひ、3年という区切りでございますけれども調整していただければなと思っています。4月1日から17日まで、全面閉鎖してですね、場所替えをしますので18日に改めて、生まれ変わった屋台村になりますのでぜひ足を運んでいただければなと思っています。屋台村弥勒横丁第4期出店者の募集は2月28日まで、その後3月5日に説明会が行われ面接試食会を重ね3月14日に出店者が決定。現在の弥勒横丁の営業は3月31日までで、4月1日から17日は全面閉鎖し改装工事、そして4月18日にリニューアルオープンを予定しています。最後のイベントです。八戸市内のレストランやホテルなど13店舗で地元八戸の魚介類をふんだんに使ったスープ料理を提供する八戸ブイヤベースフェスタ2013が今月15日から3月31日まで開催されます。このイベントを主催するのは市内の水産業界の若手有志で組織する八戸浜リレーションプロジェクト。地元の冬の食材を新たな切り口で楽しんでもらおうと昨年に続く第2弾となります。30日には八戸グランドホテルで参加店舗のシェフも出席した会見が行われ、フェスタの説明とシェフがそれぞれ意気込みを語っていました。それでは主催する八戸浜リレーションプロジェクト小川敦史局長の話です。はい、まあ、ようやく、皆様にお話しできる状況になったということで、まだまだ、これからスタートというところはまだ少し時間ありますけども、まあ、僕たちもそうだし、まあ、今日も含めてですね、シェフの皆さんと、まあ、気持ちを高ぶって、フェスタにつないでいくというちょっと今身が引き締まった思いです。はい、2013は13店舗ということで2012は12店舗だったんですけど、まあ、そこを1店舗増えたというところがまず一つポイントとしてあります。加えて言うとその他は基本的に昨年と同様ではあるんですけども、まあ、および今回まあ、お店に行っていただいたときにより八戸ブイヤベースというものを、まあ、楽しんでいただきたいという気持ちのもとにですね、まあ、シェフの皆様だけではなくて各お店のスタッフさんそういった方も含めてですね、まあ、このイベントというのはどういう成り立ちで始まっててでなおかつそれを楽しんでいただくためにはということを、まあ、重視しているということ、あとは最後に一つ特徴としては各お店がですね八戸ブイヤベースに合うワインを各グラスで各店ごとにグラスで用意しているということがあるので、まあ、よりその好きな方にはですねお店に行って楽しんでいただけるような内容になっていると思います。はい、まずは昨年参加していただいた方、お待たせしました、今年もブイヤベースの季節がやってきましたというところでですね、まあ、もう一度食べていただいた上でなおかつ全部回れなかった方そういった方にはまた新しいお店にもですね行っていただければと思います。加えて去年興味あったけど行けなかったという方あるいは今年初めて知ったという方に関してはですね、まあ、フランス料理っていうイメージがあるんですけど、まあ、八戸で行われてるわけですから、まあ、気軽にですね食べていただいて楽しんでいただきたいというところと、まあ、八戸ブイヤベースの、まあ、メインディッシュということで、まあ、お腹にもいっぱいになるということで、まあ、食事もいいですしお酒と一緒に楽しんでいただいてもいいですし、まあ、そういった形でですね、まあ、気軽にまずは一度店にお箸を運んでいただけたらなというふうに思ってます。はい、八戸ブイヤベースフェスタ2013参加店舗今年は13店舗です。フェスタの特設サイトで確認できます。八戸の冬の食の魅力を新たに提供する八戸ブイヤベースフェスタ2013、ぜひ皆さんもお店に足を運んでみてはいかがでしょうか。以上今週のイベント広報隊でした。突撃八戸お邪魔隊いかがだったでしょうか。この番組でご紹介している内容は BFM のホームページまたは八戸 JP 内の動画ページでも公開します。番組と合わせてご覧ください。八戸市内各地を取材する突撃八戸お邪魔隊、次回はどこへ出没するのでしょうか。明日のこの時間もお楽しみに。突撃八戸お邪魔隊、この番組は八戸市の委託協力でお送りしました。